皆さんこんばんは、和道です。こんばんはというか、おはようございますよね。2018年4月の9日、朝の4時40分です。おはようございます。この枠は狐枠ですので、匿名コメントでいろんなことが書けるので、匿名コメントを有効に活用してください。よろしくお願いします。思ったことは何でも書いていいですよ。はい、お疲れ様です。いらっしゃい。こんばんは。ありがとう。風船10個ありがとう。はい、3号さんはどつ。いらっしゃい、おはよう。おはようございます。いつもありがとね、風船。ありがとう。皆さんおはようございます。風船ありがとう。3号さんもありがとう、風船。はい、わだつ。4号さんいらっしゃい。おお、この前ありがとね。これは経費ですって モチベーション上がるためのね。嬉しいっすね。ちょっと寒いな。のんちゃん、暖房入れて。うん。ちょっと寒いね。あれだね。関西が寒かったわけじゃなくて、全体的に寒かったんだろうね、多分。東京も冷えるわ。こんなに冷えると思わなかったね。そうだね。いや、それが理想形だよ、やっぱり。いつも言ってるんだけど、一部のお金持ちに支えられるっていうのは、すごく俺は間違ってると思っていて、俺のことをさ、もし応援してくれるんだったら、少しでもいいから、風船でもいいから、アイテム投げてほしいってお願いしてんの。100円で売ってるわけじゃん、風船100個が。それを1ヶ月間でさ、こう、3個ずつとか10個ずつって投げてくれるって、別に100円ぐらい誰でも持ってると思ってるのよ、日本だったら。で、多くの人がそれをやってくれたら、一部の金持ちの人のさ、爆投げっていうのを防ぐことができるじゃん。俺はお金持ってる人が爆投げしてくれるのは嬉しいと思ってるんだけど、お金を持ってなくて、なんていうの、こう、自分借金してまで花火投げる人っていうのを俺は生み出したくないと思ってるのね。それってさ、長いお付き合いができないと思ってるから、お金持ってる人は爆投げ大歓迎だけど、こう、お金を持ってない人に爆投げしたりとか、借金背負わせたりっていうのは、俺はやりたくないなっていうふうに考えてるかな、個人的には。はい、ワトツ。だから、ね、この放送が好きで、ね、いつか爆投げできるようになったらいいな、なんて言ってくれると嬉しいけどね。それは大歓迎。だからね、一緒にね、俺も成長していきたいけど、なんかリスナーさんと一緒に成長できたら最高だなっていうふうに考えてるね。いや、どうなんだろうね。まだまだ、俺はなんかこう、成功してるとは思ってないかな。彼女どうしたの？いや、彼女後ろに寝てるよ。はは、ニコさんありがとう。どうなんだろうね。俺がまだまだこう、なんか上に行きたいというか、前に進みたいというか、前に進んでいきたいですね。ありがとうございます。でもあんまりなんか和道のことを信じるとか、和道のことがこう疑うとか、両方ともダメだと思ってて、あんまりのめり込まないでほしいね 俺も人間だから、やっぱり悪いところいっぱいあるし、それも含めて見てもらいたいですね。悪い部分は悪い、いい部分はいいで、全部見てもらいたいですね。疑うとか、俺が言ってることを疑ったり、俺が言ってることを信じるんじゃなくて、俺の話を聞いてもらいたいですね。俺の中でどうなれば成功なの？なんだろうね。なんだろうね。俺欲深いからね。多分いつまでなっても納得いかないんじゃないかな。なんだろう。俺はね、例えば名古屋に行った時、名古屋ですごいお世話になってるソソっていうリスナーさんに会った時に、この人が、こう、和道を応援してたっていうこと、食えない時に俺が食わせてたんだっていうのが、こう、粗相の自慢になるまで、こう、もう、いろんな人、粗相だけじゃなくて、俺のリスナーさん全員が、
こう自慢できるようになりたいかな。俺和道とつながってるんだよって、和道が食えない時俺が支えてたんだぞって言わせてあげたいね。そんな感じかな。そしたら俺は納得できるかな。いやーでも2年目3年目までは蓋開けてみないと分かんないですよね。授業はやっぱ形になるまで3年で、成功するまで5年6年10年ってかかるのが普通だと思うんで、2年で飯食えてるっていうのはすごいと思いますよ本当に。俺3年配信やってたけど食えてなかったもんね。フラットな気持ちでっていうかさ、俺はだからその囲いとかアンチとかってすごくダメだと、両方ともダメだと思ってて、囲いっていうのはこの人が言うことは何もかも正義で間違いないっていう状態じゃん。それって宗教じゃん。で、今度アンチっていうのは、こいつは何をやってもダメに違いないって決めつけることでしょ。これ両方とも同じじゃん。俺は両方とも新興宗教みたいなことだと思ってて、信じても疑っても意味ないでしょ。だから俺にもいいところも悪いところもあるんだから、フラットな目線でただ確認してもらいたいっていうか、ただ見てもらいたいかな。 こう、あ、和道ってこういうやつなんだなとか、俺こういうところ好きでこういうところ嫌いだなが普通の感覚じゃない。だから普通にこう交換的に好意を持ってくれたら嬉しいと思うけど、信じなくていい俺のことは。そう思いません？あ、そうそう、誤解されてるけどね、宗教の話はすごいするけど、俺宗教嫌いなんだよね。 すごい宗教好きだと思われてるんだけど、宗教大嫌いなんですよ僕。だからね、嫌いだからこそね勉強したんですよね。いや俺今日ナチュラルかな、そう状態ではないですね今日は。15歳いらっしゃい。いや別に俺信じてくれなんて思ってないですよ8号さん。信じなくてもいいけど、なんか全部嘘だっていうふうに決めつけるのもまた同じ考えじゃないの。囲いと同じように見えるね。こいつは全部正しいっていうのと、こいつは全部嘘だっていうのは一緒だから。ダメだと思うよ。勉強は大事だよね。知らないで嫌いだっていうのと、知ってて嫌いだっていうのは大きな隔たりがあるからね。まあそうだね、宗教が生み出した概念の一つだからね。ああそうかもしれないね。俺はそう、考え方が拘束されたりとか、そのルールっていうのを設けるのが苦手だから、だから配信っていうものに携わってる部分大きいと思うから。確かに、だからその誰かのルールで生きるより自分のルールで生きていきたいタイプだから、確かに宗教苦手かもしれないね。いや俺はね、過去は過去で悪いって認めてほしいの。ただ過去悪いことをした人はずっと悪いままだっていうのがよく分かんないってこと、伝わるかな。俺は過去やった悪いことっていうのは悪かったよねって俺も認めてるし、過去を肯定されたくないのよ。あれは和道を騙されたんだよっていう人もいるの、たまに。フォローしてくれるんだけど、いや、俺の判断ミスだって思ってる。俺がやった悪いことだって思ってるから。だけど、今やってることは別に、なんだろう、俺は罪は償ったと思ってるから、執行猶予も明けたし、それをずる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 引きずられてもちょっと困っちゃうかなと思ってる。そうだね、ストレスはかけたくないっすね。ストレスフリーでいきたいね。まあそうだよね。俺もそう思いますね。たどり着く見える景色、山っていうのがあってさ、360度こういろんなルートで山登れるけど、てっぺんから見る景色は一緒なんだよね。だから音楽で成功したり絵で成功したり何でもそうなんだけど、言うことって変わんないもんね、どのジャンルでも。そうだと思うかな。俺はね、別にね、ドレさんに勝ちたいっていうことは考えてないよ。ドレさんと比べてないから。
ドレさんと勝負しようとは思ってない。昔バーやってましたよ。鳥っておこうダメなのかな。いいんじゃないの。鳥っておこうダメなの。ダメなのかな。ちょっとわかんないな。なんかこういい人モードとクズモードあるっていうけど、普段から同じなんだけどな。別にモードとかないんだけど、いい時も悪い時も俺なんじゃないの。俺は全然まだ成功してないと思うけどね。これが成功だとは思わないかな。やっと独り立ちできるようになったぐらいなんじゃないかな。誰も認めないんじゃないのまだ。駆け出しって感じじゃない？どうなんだろう。モテるモテる。ああ、俳優で強制わいせつか。まあイケメンにも悩みがあるんだろうな。ありがとう2号さん、アイテムありがとう。いってらっしゃい、頑張ります。支援するかどうかはどうなんだろうね。なんだろうね。そこは分かんないな。俺は誰かを支援してるわけじゃなくて、支援されてるかあたかんな。なんかこだわるよね、600万600万って。閲覧まあ今枠開いたばっかりだからね。さっき200人いたけど寝ちゃったっぽいね。さっき200人いたね。おはよう20号さん、おはよう。今日寄り目がひどい。あ、じゃあね、疲れてるんだと思う。目が寄ってる時は疲れてる時だから。寄り目ひどい。旅から帰ってきてるからね。俺別に偉そうにしてないっすよ、8号さん。偉そうに感じる？なんか偉そうにしてるつもり全くないんだけどな。岡山に行ってましたね。岡山に3日間いて、名古屋に2日間いたのかな。岡山と名古屋にいました。被害者に申し訳ないと思ってるけどね、俺は。どうなんだろうね。だからその罪を受け入れたわけだし、でもなんだろう、反省はしてるけど後悔はしてないよ。岡山良かったね、人が良かったね。あそこは移住する人が増えるのがよく分かった。岡山はすごい人がいい、空気がある。
600万円の返済は、600万円を使い込んだ人間、要は、なんつうの、なんて言えばいいのかな。詐欺を主犯から請求するって言ってたよ。倉敷よかったよ、また行きたいわ。要は、俺が1円も受け取ってないっていうのは被害者の方は知ってるから。だからその600万円を手元に持って使い込んだ人間にこうやするって言ってたよ。岡山地元なんだ。懐かしかった。いやー、すごいいい人ばっかりで、リア凸もたくさん来てくれて嬉しかった。そうだね、実行犯だね。お金を受け取ったのは俺だからね。まあ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 、議論してもしょうがないじゃん。もう過去は過去だからさ、事実は事実だから。そこをほじくり返しても何も生まれないよ。やめよ。人の粗探しても嫌じゃん。やめよ。俺は認めてるから。まあまあいいじゃん。マウンティングやめようよ。しょうがないよ。俺は別に叩かれるの慣れてるから平気だよ。22号さんありがとね。22号さんありがとう。いいのいいの。叩かせてあげようよ。おはよう、23号さん。俺は返さなくていいじゃなくて、俺が返済するっていうことを旨を伝えたよ。バレなかったら報酬いただいてんだろうがって、多分8号さん事件のことを知らないと思うよ。バカありがとう。ありがとう。バレなかったら報酬いただいてたろうじゃなくて、バレたから逮捕されてんじゃないの。 多分ね、事件の概要をちゃんと把握できてないんだと思う。実刑は、実刑だから、1年半か。で、執行猶予4年。で、再犯がなかったから、まあ、刑は終わったね。だから5年前の話だね。執行猶予を明けてもう1年と4ヶ月経ってるのかな。1年と5ヶ月かな。パクられなかったら受け子として報酬もらってんだろうって言ってる。理解できないの。事件があった半年後に逮捕されてるんですよ。で、報酬受け取ってないのは警察も理解してますよ。わかる。 俺1円ももらってないの。で、そのおばあさんの、要は会社手伝ってって言って、半年後に俺逮捕されてんの。で、銀行口座とかなんだかんだとか他の証言とか全部もうめくられてるから、じゃないと執行猶予つかないよ。そんな世の中甘くないよ。だから実刑食らってる人、執行猶予つかなかった人がほとんどだろうね。もし自分が600万奪われてたら、もし騙されたとしたら、やっぱ嫌な気持ちをするよね。嫌だよね。さっきも言ったんだけどね、俺は、1年半の、実刑で執行猶予4年だね。パルパル殴った時は執行猶予中だったのかな。ちょっとわかんないな。多分そう、執行猶予中か、執行猶予明けてすぐだったかもしれないね。600万は俺がおばあさんから契約書と、会社のパンフレットと600万預かって、
新幹線乗って駅のその会社員って名乗る人に渡した。確認して、だからそっから先は俺は全く知らない、どこに行ったのか。で、これ600万の詐欺事件じゃなくて、オレオレ詐欺の20億の事件だったんだって。それ刑事さんから聞いたよ。20億の事件の1個の事件でしか過ぎないんだって、詐欺は今重たいね、詐欺めちゃめちゃ重たい。あ、そう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 、なんかね、精神障害者手帳を持ってたら無罪になるとか思い込んでる人いるけど、全然そんな甘くないよ。よく仮病とか詐病とかで実刑食らわないって思ってる、隔離病棟だからね、警察と一緒だよ、そういう美味しい儲け話。だから25号さん誤解してるんだって。儲け話じゃないのよ、俺人のこと手伝おうと思ってそもそもやってるから、報酬すら受け取ってないの。だから憶測で話してるんだよ、25号さんは。経緯を知らないで叩いてるの。俺別に儲け話に乗っかったつもりがないの、最初から、大事よ、事実でその基づいて話をしないと、いやだからやっぱりその人を信じることと疑うことっていうのはダメなことだと思うね。知り合いに手伝ってって言われたの、捕まったよ、捕まったみたい、だから結構やっぱイメージで叩く人って多いよね、まあいろいろあるよね、人生だから。俺は知らない手伝っただけでうまく逃げたってどういうことよ実刑食らってるじゃん、前科ついてんだから逃げてないでしょそれで俺がさ、実刑食らわないで時効とか迎えてさ、こう昔詐欺やってたよとかだったらうまく逃げたねって言うんだったらわかるけど、思いっきりパクられてるからね、アホだよな。パクられてるよ俺、5年前ね、5年前じゃないか、あ5年前か、怪しいとは思わなかった。知り合いに手伝いしただけとか逃げるなよ。どうなんだろうね。はい、どうもどうも、29号さんおはようございます。おはよう。5年前パクられたね。まあいいんじゃないの、それは過去は過去でバカにされてもしょうがないでしょ、事実だからさ、俺は前科3犯だね、おはよう、帰ってきたよ29号さん、おはよう、おはようございます。これ前科3犯、5年前は配信する前の話で、
要は逮捕されて、シャバに出てきて、しばらく経ったから配信始めたから。キツネだよ。33号さんいらっしゃい。なんで何度も犯罪を犯しちゃうの？銃刀法違反は二十歳の頃かな。だからまず、詐欺の前でしょ。で、ホスト、蹴っ飛ばしちゃったんだよね 出てきた後ね銃刀法違反はね、ナイフだね。ナイフ。ナイフを持ち歩いてた。20歳だったかな。いや、カシャって折りたたむナイフでさ、こう、キーホルダーザラザラつけてたんだけど、そこにナイフつけてたらかっこいいかなっていう、ちょっと痛い黒歴史なんだけど、本当に恥ずかしいんだけど、ナイフつけてたらかっこいいなって思ってて、で、いや、もう本当に恥ずかしいんだけど、若い時ってそういうのないっすか？なかった、みんな。バタフライナイフ流行ったっていうか、こう、カチャってやるやつね。流行ってたのかどうかわかんないけど、ナイフ持ってたらかっこいいなっていう、中に、そういう時期が俺にもあって。だから、黒歴史です。ないか、すいません。俺にはあったんだよ、そういうの。ちょっと恥ずかしいけど。ないか。俺だけか。いや、あったんだよ。本当にあったんだよ。俺はかっこいいと思ったんだよ。書類送検ってやつ？しいよな。バカにはされてなかったね。留置所しか行ってないんだよね、俺。2ヶ月半留置所ずっといて。バカにされたっていうか、お兄ちゃん大丈夫だよって、いい人だから出れるよなんて言ってて、周りのおっちゃんとか。何やっちゃったのって、マリファナとかでしょ、初犯でしょなんつって、あ、詐欺ですっつった。キーンってなってた。ちょっとやっぱ、ってなったね。あ、旅配信ちょっと成果なかったね。ちょっと、俺も普段旅しろ旅しろって言ってた人が全然見に来なくて。だったら雑談やって200人集められるのにさ、もったいねえなと思って。普段旅しろって言ってたやつらどこ行ったんだよって思ったよね。企業案件だから、お仕事だからありがたいけど。女子高生を海に突き落としたのは僕ではないですね。佐野智則さんです。いや、別にやばいやつだったのかな、どうなんだろうね。ただ恥ずかしいやつだったんだよ。森を襖に埋めたのは石川紀之さんですね。はい、ワード2。37号さんいらっしゃい。38号さんいらっしゃい。お前にとってうまみない、お金かかる、アイテム飛ばない、閲覧取れない、踏んだり蹴ったり。ちょっとね、悲しいよね。家で雑談やっていくね。改めて確認できたね。求められてることっていうのが。
意味はないとは思わないですよ。ただちょっとやっぱり求められてることっていうのが理解できたかな。ああそっか、朝6時から仕事だ、頑張って。どうなんだろうね。いや前やった時はふわっつで旅配信だったけど、今は求められてないっていう感じじゃないかな。祝電は一件もなかったっすね。っていうか閲覧があんま取れなかったから。俺超ロングスリーパーでね、12時間以上寝ますね。大体平均15時間ぐらい寝るかな。ありがとう41号さん、これからもよろしくね。ありがとうございます。もしよかったらたまにでいいんで、1ヶ月に1回とかでいいんでアイテムくれると嬉しいっす。いや祝電とかは別に放送許可取ってたらあんまりそういう悪さする人とかいないよ。でもね俺思うんだけど、罪を償う、刑事罰で罪を償った人を叩くっていうのは犯罪だと思うけどな。だってさ、その法治国家なんだから罪自体は消えてるわけですよ。でそのなんて言うんだろう、罪を償った人を叩くのってもはや法治国家として機能してないと思わない？再犯をしてしまったりとかだったらわかるんだけど、刑を終えた人間を叩く権利っていうのは、俺は普通の国民とか社会とかがそれを受け入れないっていうのは、もはやその日本の国のルールとかを守ってない人だと思ってるね。そう、ただの人権侵害だから。俺はなんかこう刑期を終えた人っていうのをフラットな目で、まあ過去やってしまった悪いことっていうのは別にいいと思うんだけど、なんか罪を償った人を叩くっていうのは俺はよくわかんないけどな。俺社会全体にそういうつもりなんだけど、だから今社会全体にこう言ったつもりなんだけどな。どうなのかね。そう思いませんか皆さん。そうそう、就職とかも困難になるわけだから、だから実質的な罰っていうのを受けるわけだから、なんて言うんだろう、公務員とかももうなれないだろうし、だから別に叩く必要はなくない？それでいいと思うんだけど。なんか受け入れることってすごく重要だと思うんだけどな。なんでこう受け入れられないんだろうね。国は許しても社会全体はまだ許していない。っていうか社会が別に許す必要なんかないと思ってるかな。例えばさ、なんか芸能人が浮気したって言ってさ、浮気最低って言ってる人いるけど、被害者ではなくねえかっていう風に思うんだよね。だからベッキーの問題とか見てて、なんでこいつらベッキー叩いてるんだろうとか思ったりとか、俺ベッキーが不倫したことによって俺は得しかしてないの。かなり得をしたから、なんかベッキー叩いてるやつって頭おかしいなっていう風に思ったね。いや俺叩かれたくないんじゃなくて、叩いてる頭おかしい人いるなって思ってる感じ。被害者の傷は消えない。被害者が言うならわかるけど、被害者じゃない人が言うのはちょっとよくわかんないかな。そうそう、被害を受けてない人が叩いてるっていうのがよくわかんないね。
まあでもいいんじゃん。多分俺のこと一生叩き続けるだろうし。ベッキーが不倫をしたことによって、ベッキーをエロい目で見るようになった。ベッキーってそんな感じなんだと思って、なんかそれまでのベッキーは元気いっぱい、元気はつらつ、清純潔白みたいな、なんか清廉潔白みたいな感じで、別に女性として全く見てないかったんだけど、俺は今ベッキーをすごくエロい目で見ることができるようになったの。そうでしょ？多分男性諸君、あれベッキーちょっとエロいなっていう目線にこう変わったっていうか、それはなんか社会が得をしたんじゃないかなと思ってて、俺はそれベッキー不倫してくれてありがとうだと思うんだよね。そうそうそう、スキャンダルがなさそうなイメージだったから。俺不謹慎の風俗に遊びに行こうとしたことなんかないんだけど。 ていうかのび太と不謹慎って付き合ってたの？俺そんなことしようと思ったこと、ていうか今初めて知ったんだけど、不謹慎で風俗で働いてたの？そう、ベッキーに人間味が出たから、俺はなんか面白かったけどな。浮気された奥さんは怒るのはわかる。浮気された奥さんはすっごい怒っていいけど、俺は浮気された奥さんの身になるつもりない。浮気される奥さんが悪いとは思わないけど、っていうか別に人の恋愛に首突っ込むつもりはなくて、俺とベッキーの関係は良くなった。非常に良くなった、俺とベッキーの間からは。俺は奥さんの身になるつもりは全くないね。へえ、マジで。パー動画なんてあるんだ。盗撮されてたってこと？不謹慎っていう女の子がいる、配信者。のび太と付き合ってるとか、クパーとか全然知らなかった。ねえ、そうそう。だし、浮気が悪いとは別に思ってなくて、なんだろう、浮気って世の中からなくならないなぐらいにしか思ってないね。あとは自分がするかしないかの問題じゃん。あ、そうなんだ。ロシアのサイトに上がってるんだ。おはよう。おはようございます。55さん。おはよう。あ、FC2 にもあるんだ。 あ、そうなんだ。 でもさ、俺思うんだけど、俺のチンコで検索するやつがいるんでしょ。 俺そっちの方が頭おかしいと思ってて、チンコ出す方も頭おかしいと思ってるんだけど、チンコを検索して、32歳のハゲたおっさんのチンコ見たくて検索するやつが世の中にいると思うと、俺そっちの方が狂ってると思うのよ。どう？ どう？いや、朝から何の話かわかんないんだけどね。ワードツ。でしょ？別に。検索する方が面白いかなと思うけど、どっちもバカだよね。 そう、どっちもバカだと思う。ノート PC 欲しいんだが、デル、HP、エーサス、レノボならどれがいい？どれも選ばないかな。この4つの選択肢は俺の中でない。ああ、ワドチンキャプチャーを壁紙にしてるんだ。 検索してなくてなんで俺のチンコの動画にたどり着くの？あ、見て楽しかった。ありがとう、55さん。
いや別に俺は俺のチンコに燃えるわとか俺のチンコ最高っていう人が別にいていいと思ってんの。オナニーのオナペットにしても全然構わないんだけど、なんだろうね。俺は光栄だよね。俺は光栄だけど。いや別に見てくれいいじゃん。コスパがいいメーカーじゃなくて、俺コストパフォーマンスって言葉あんま好きじゃなくて、欲しいものを手に入れたい。高くても、安くても。で、なんか、この値段でこのスペックが必要って得をしようっていう発想じゃん。そうじゃなくて、必要なスペックを手に入れるべきだと思ってんのね。で、別にさ、ネット検索するだけだったら、スペックなんて必要ないから、デザインとかで決めりゃいいじゃん。だけど、俺の場合さ、レッツノートなんで選んだかって、旅配信で重たいのダメとか、配信に必要なスペックとか、そういうなんか自分の用途に合わせてパソコンを選ぶっていうのが普通だと思うのよ。で、ネットサーフィンするんだったら別に何でもいいし、スマホでもいいし、だと思いません。で、俺はさっき挙げられたメーカーの中でいいと思うパソコンがないから俺は買わないと思った。同じみにレッツノート使ってますね。で、復帰配信してるね。FC2 アダルトで WADO って検索する時点で間違ってると思う。 YouTube とかで検索するんだったら分かるけど、 FC2 アダルトで WADO って検索する時点でもう下心満々なわけじゃん。分かる？だって普通 FC2 アダルトで WADO って検索しないもん、普通の人は。だから目的が不純なんだって。 もうチンコ見に行ってるんだもん。そうじゃない？俺が全身の体毛を剃るっていう配信をやったんだよ。SC2 で。だから、いや、チンコをこう映してしまう方もバカだし、見る方もバカっていう平和な世界。平和な。とっても IQ の低い世界だね。ラーゲさんおでこ交代してるかな？どうだろう。そう、エミさんに全身の体毛を剃りなさいっていうふうに言われたから、おかしくなってチンコを出したんじゃなくて、エミさんから SM 企画で「ワド君毛深いから体毛全部剃ってきてね」って言われたから、それは配信しないとって思った。だから全部パイパンにする枠なの。チンコを出す枠じゃなくて、パイパンにする枠なんだよ。だから、アナルの O ラインとか、もうすね毛とか、全部を剃るの。見え向きの窓。そう、そういうこと。35号さん。そう。俺の目的に沿ったメーカー PC がなかったから、52号さんの目的に沿ってればいいんじゃないっていう話をした。そういうこと。ご乱心ではない。エミさんの振りに過剰サービスで答えただけ。エミさんの振りっていうふうに、大手配信者と初めてのコラボだったから、あ、これはエミさんから振りなんだっていうふうに解釈したの、俺は。チンコ隠さない WADO がアホ。あ、別にね、チンコ出しても損ないからね。得しかないから。ベッキーの浮気と一緒で、別にチンコ見られて損なこと一つもないんだよ、俺。そう、張り切っちゃったんだよね。あ、俺、チンコの毛はパイパン、バリカン入れてるかな。俺、チン毛はいらない派なんだよね。パイパンが正義だと思ってるね。前剃りはしなくていい。俺はパイパンが正義だと思ってるんだけどな。
タイパンだとテンション上がらない？ああ、いらない派だね、4号さんね。なんか、いらないかな。テンション下がるじゃん。元からない人もいるよね。ああ、みんなしてるらしいよね。でもさ、西洋の人って金髪とかだから体毛目立たないからいいと思うんだけどね。のりこは剃ってるの？のんちゃんはパイパンな理由を教えて。のんちゃんなんでパイパンなの？あ、俺と同じ意見だね。気が合うね。生えてると、でも俺とノリコのフィーリングはあったんだよ。だから生えてると気持ち悪いね。そう、卑猥さがなくなるというか、フレッシュな感じになるよ。フレッシュでいきたいから。でも別に、なんだろう。チンコ見られたからって人生変わるか？俺、濃いのはダメだなあ。あ、わかるわかる。なんか、嫌だよね。じゃあ、あとね、物理的な問題があって、俺、チンコ方形じゃん。火星方形じゃん。で、ちょっとごめんね。気分悪くなったらすぐブラウザバックしてほしいんだけど、チンコの長さよりも、チン毛の方が長いの。ここ重要なポイント。リッスンね。チンコの長さよりも、チン毛の方がはるかに長いの。で、火星方形だから巻き込んでいくのね。巻き込んでいくの。そう。巻き込んでいくの。いや、だからね、これは、三大成人病を抱えてる俺だから伝えることができるんだけど、俺は三大成人病全部疾患を持ってんの。短小方形早漏っていう。そう、三大成人病。短小方形早漏。やっぱ短小で方形が、こう、チンゲとのコラボをし始めるから。いや、俺短小方形早漏だよ。そんなことになるんですね。もうすごい巻き込み事故がね、半端じゃないから。鍛えるっていうかね、わかんないな、鍛え方が。ただ俺はいつも言ってるけど、損はないよね。損はない。損は一つもない。いや、向いて、こう、髪の毛をこう分けないと、こう、分けて、納刀、鞘に収める。日本刀は鞘に収まる。るろうに剣心がいいこと言ってた。その、鞘がない日本刀は帰る場所がない人だって言ってたから。やっぱり日本刀は鞘に収めてこそ侍。帰る場所のない日本刀はかわいそうでしょ。おはよう、ドルさんからいらっしゃい。動画消さないの？いや、別に消さなくていいんじゃないの。見たい人がいるってこと、ニーズがあるんでしょ。巻き込ませておけばいいか。その発想はなかったな。頭はツルツルは嫌だね。なりたくないね。向けてないから感じやすくて、そう、あ、それはつながりあると思うな。確かにあると思う。ありがとう。バカ10個ありがとう。アイテムありがとう。前髪みたいに前だけ切る。いや、だから俺はバリカン入れてるんだよね。でもできれば、こう、生えてこない方が嬉しいなと思ってる。ドルさんからいらっしゃい、ワードツ。そう、毛が突っ張って痛いんだよね。それはね、45号さん。45号さん。俺と一緒なんだね。選ばれしい、チンコを持ってるんだよ、45号さんは。
もうすごいバイブレーションというか、こうフィーリングというか、すごいこう俺兄弟だね、45号さんと俺は、うん、ブルース・ウィリスかっこいいよね、ハゲね。仲間にはわかる、もうコメントで、あ、この人俺と同じ世界だ、生きてるっていうかね、うん、ドレさんね、復活したね、うん、同志だよ同志、うん、なんか簡単に言うと、日本刀で言うと鞘があるでしょ、鞘で日本刀で、ここに鎖が巻かれてる感じがするの。いざっていう時にこう納刀できないわけですよ、抜刀できないわけ、わかる、こうガチャガチャガチャってなっちゃうから。俺は侍だから、こう抜刀する時切っていきたいわけですよ、クッて、こういつでもいつでも抜けるぞっていう、うん、そう、好きあらばと思ってるから、うん、世界観変わりそう。いや別になんか、チンコを晒すのと別に私生活を晒すのは俺はイコールだと思ってるかな。俺酒弱い？え、酒弱いか。俺だって岡山で7杯ぐらい飲んで、その後朝5時まで何杯飲んだかな。ずっと飲んでて酔っ払ってないんだよ。おはようございます。うん。そう、和道抜刀祭だから。和道抜刀祭。俺酒弱いかな？酒弱いって言われたこと一回もないけど。バリカン入れたら濃くなるから厄介だよね。どんどん濃くなってく。俺酒弱くないと思うけどな。全然。だって、あの、祖祖の家で配信やってた時、あれ、だって朝まで飲んでたんだよ。うん。ラーメンすごいボリュームだった。めちゃめちゃうまかったんだよ。ただ、量は、あのね、サービスしすぎ。こんなんで出てくるから。あれはね、正直量は、あの、ご飯も山盛り、普通盛りが大盛りくらい出てくるから、あのね、おじやでもちょっとね、うまいのよ。本当にうまいんだけど、ボリュームがおかしいの、本当に。ボリュームはおかしかった。あ、俺あんま好きなお酒ないですね。うん、ブランデーかな、うん、サービスで唐揚げもいただいた。唐揚げうまかったよ。唐揚げも頼んだ方がいいよ。あ、ドレさんガンじゃなかった？あ、よかったよかった、うん、検査結果とか聞いてなかったから、検査結果出たら教えてねって言ったんだけどね。あ、ね、唐揚げはね、下味になんか甘辛い多分タレに漬け込んでるから、あの、普通に唐揚げ食べると甘みがあったね。なんかうまかったね。うん。あ、よだれ出てきた。そう。あそこのお店ね、甘みが結構、魚介なのに、魚介ってこう、しょっぱい感じじゃん。こう、わかる？カツオというか、カツオ節みたいな。それもあるんだけど、甘みがあるの。あと、辛みを入れてんの。あ、よだれ出てきた。うまみ、甘み、辛みがね、なんかすごい、魚介つけ麺の中でも新しかったね。しかも、辛っていうのじゃなくて、こう、なんつうの、程よいというか、甘みを引き立たせるような程よい辛さがあって。うまかったっすね。あれは。感触はちょっと量多いなと思ったけど、うまかったし、なんかお店のさ、なんかこう、誹謗中傷になったら嫌で、そこはうまくさ、こう、ボリュームがあって、ガテン系の方も喜びますねとかさ、こうよく、よく伝わりたいよね。ただ俺は本当にお腹いっぱいだったけど、食べ物残したくないんですよ。僕、うまいものを安く作る人に悪い人いないと思ってて。多分ね、マスターがね、サービス精神旺盛なんだよ。うん。ブランデー頭痛くならないですね、僕なぜか。うん。なんでなんだろう、ブランデーは美味しいよね。ワイン飲めないけど、ブランデーはなぜか飲めるんだよな。なんでなんだろう。最近飲んでないな、うん、あ、デリヘル嬢なの、うん、よっさん。
杖デブって言い方、杖デブって言い方よ。杖デブってね、すごいあだ名だよ。お前らよくすごい、なんか名前つけるの得意だよね。ドリチンとか杖デブとかさ、よりめとか。そう、悪口言わせたら有吉超えるからね。うん、キリン探偵、まあまあまあ、うん、いや、すごくない？悪口言わせたらこいつら本当に賢いよね。ダメだよ、そういうことを言ったら。杖デブとかさ。またお前か。来てくれてありがとう。杖とデブって杖デブってどんな言い方だよ。俺聞いたことないよ。小学生でも杖デブとか言わないだろ。うん、はいはい、いらっしゃい、うんうん、思ってたほど太ってなかった。うん、片輪っていうのは障害者の人を揶揄する言い方だね。そう、トムのことをガンタンクって呼んだりさ。あと仮説5号機っていうあだ名もあるんだよね、トムは。俺ね、ガンタンクは、まあ、ちょっとないなと思ったけど、エヴァンゲリオン大好きだから、トムの枠で仮説5号機っていうね、コメント見たときはね、こいつら本当に悪魔みたいなコメント打つなと思ってさ。うん。いや、仮説5号機はずるいでしょ。うん。ゼーデブは五感がハマりすぎてるよね。音の響きがすごいよね。でこね、まあ、しょうがないよね。歳だからね、うん、ニコ生時代カメムシって呼ばれてたの。鮫島さんカメムシって呼ばれてたの。ひどいな。なんでそんなあだ名ついたんだろう。障害者に対して笑うお前は悪魔を通り越して魔王。なんでカメムシって呼ばれてんだろう。うん、障害者を食い物にしようとしたことはないよ。あ、だけど俺ほら B 型作業所とか A 型作業所作りたいって言ってたけどね、俺ね、岡山の社長にお願いしてきた。新宿にとか東京に必ず出してくれるって。来年に。だから俺がやる必要ないなと思ってちょっと安心した。俺ね、障害持ってる方とかの働く場所作んねえとって思ってたけど、やりたいって言ってたんだけどね、社長が出してくれるって。だからこうリスナーさんとかで社会復帰したい人のね場所を絶対作りますって約束してくれたからちょっと安心したね。共同ではない。もうお願いした。だって俺がやるよりも、もう何十店舗も経営してるわけじゃん。で、うまくいってるわけだし、現場をもう何年間も見てきてるから、ただ関西にしかなかったの、事業所が。だから、東京にできてもらえたら嬉しいっていうこと伝えて。だいぶ汚い。何？人のチンコさ、だいぶ汚いってさ、失礼でしょ。俺のチンコめっちゃ綺麗だから。やめて。いや、事前授業をやるつもりないよ。いや、俺本当にやりたかったんだよね。あ、見てきた？ワドチン。ショックって何？いや、実はね、最低賃金保障されるけど、実は A 型作業所これからなくなりますよ。国から助成金が一切下りなくなったの。いや、多分ね、なくなると思う。沼っぷっていうか、やっぱり障害抱えてる人で、うちリスナーさん多いから、なんか東京にあったらさ、ほら、遊びに行けるじゃん、俺が。リスナーさん、そこ安心できるよって言って。拡散していいかい？いや、拡散するっていうか、ニーズないと思うけどね。だって昔から有名だよ、ドリチンは。別に誰も見たいと思わないでしょ。ドリチン見たことある人のって書いてください。
僕のドリチン見たことある人何人ぐらいいるんだろう。3人ぐらい。160人いるから。1。何人ぐらいいんだろうな。補助金もう出てない。4月から。1、2、3。3人ぐらいか。4、5、6、7、8。結構いるな。9、10。お前らバカだな。おはよう、11。おはようございます。やべえな。20人に1人俺のチンコ見てる計算だな。見すぎでしょ。有言実行したことないだろうが。ちょっとよくわかんないけど。結構いるんだ。なんで人のチンコ見たいんだろう。男なのかな？女なのかな？世の中には変態がいっぱいいるんだろうな。俺女にモテないよ、全然。こんくらい。こんくらい。リアルにこんくらいだからね。こんな感じ。実際見たくない人に説明すると、こういう感じ。こんな感じ。そんないいもんじゃない。勃起時は11.2センチだね。11.2センチ。だから、膨張率すげえって言われんの。本当に。何パーセント？こんな状態から。だから、チンコは小さいの、勃起しても。11.2センチってかなり小さいのよ。だけど、膨張率で言ったら5000%ぐらいなわけですよ。シンクロ率が5000%ぐらいあるわけだから。そう。膨張率だけで言ったらギネス記録ぐらいなんだよ。本当に。半端じゃなく、タケノコですよ。破竹の勢いです。そう。で、あとやっぱり32歳なんだけど、やっぱりその、なんつうの、こう日本刀だよね、俺のは。すごいよ。反り、照り、柔軟、なんつうんだろう、もう、やっぱ日本刀。11センチで感じるのかな？それはのりこに聞いて。あ、16センチなんて羨ましいね。ダンビラだね、ダンビラ。72号さんのコテハンをダンビラって呼びたいね。ああ、幼少期に押し付けたことはないかな。そうだね。俺は合口だね、だから。合口。脇差しよりも小さいからね。そう、和道抜刀斎。野田はめちゃくちゃでかくて有名。曲がるっつうか、だから、こう、反るっていうのかな。長くてふにゃふにゃだっていうよね、よくね。白人の男性。90キロと70キロの差じゃないんだって。ストレートが100キロ出ないの、俺は。だから、何これだけど、チェンジアップの方が20キロとかありえないぐらいスローな球投げるからすごいのよ、逆に。わかる？こんな遅い球届くの？みたいな、とんでもなく遅い球が出んの。あ、宗くん大きくないんだ。へえ。オスとしての価値ないのかな？どうなんだろう。あ、宗くん大きくないんだ。あ、みどりさんはやばいらしいよ。ロアコさんよく言ってた。
みどりさんのはすごくいいって言ってたね。あー、それちょっと試してみたいかも。後ろから手こき。後ろから手こきは俺されたことない。後ろから手こきはちょっといつか試したいな。あー、俺32年間生きてきて後ろから手こきはないな。いい、不思議な世の中だな。脇こきもないですね。手こきは俺のりこのせいで手こきに目覚めちゃったの。そう、のんちゃんのせいなんだよね。うん、俺一回やったら振られるタイプじゃなくて、俺女性長いよ。一回やったらずっと長いよ俺。まあね、それはもうのりこに聞いてもらおうか。パイズリは気持ちよくない、一回あるけどね。うん、小さすぎて後ろからだとね、見つからないかもしれないね。やめて。49号さん。なんだろう、 LINE が来たの。あ、ドレさんから連絡来た。よかったよかった。ドレスさんから連絡来たわ。いろいろあって散々世話になったのに報告遅れてごめんなっつって復活おめえって送ってて、あ、よかったよかった。ブロックされてなかったわ。配信の仕方、いやいや、ボタン押せばいいんだよ。ポチッと。早漏でも俺ね、あ、それが本当にこれ悩みなんだけど、2回戦できないんですよこれ。俺さ、いくつからだろう、多分ね、28ぐらいから2回戦できなくなったの俺。だからオナニーは4回戦とかできるのよ。オナニーは止まらないの。え、なんでなんだろう。俺ね、ちょっとショック受けてんの。なんでかっていうと、俺、2回戦まで含めて本番だったのよ。なんなら3回戦、4回戦だったの。俺28ぐらいからね、1回戦、なんか、なんだろう、3ラウンド、4ラウンドいけたのが、どうすりゃいいんだろう、これ。いや、もう違うの。同じ相手とかじゃないのよ。なんつうんだろう。ダメなの、ね。もう、なんか、こう、1ラウンド終わるじゃん。1ラウンドすっごいトップスピードで行くじゃん。で、セコンドの、こう、コーナーに帰った後、急に、ゴングが、レフェリーがすり寄ってくるのよ。ファイって、セコンドアウト。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 ってずっと言われてる感覚。俺もこんな感じ。ざわざわ、ざわざわって。で、こう、タオル投げるみたいな、セコンドが。あれって一回戦調子良かったよな、みたいな。ああ。悩ましい。ちょっと悩みなんだよね。バイアグラかな。ちょっと俺、バイアグラ一回試してみようかな。ちょっとね、やっぱ2ラウンド3ラウンド行きたいな。なんだろうね。ゆいがさんはどうなんだ。13ラウンド。12歳に13ラウンド。ファイ！ゆいかさんってすげえな。いや、俺は2回戦が本番だと思う。俺の2回戦はのりこの1回戦だから。それもどうかと思うけど。
俺の2回戦目がのりこの1回戦なはずだから、うん、どうしたらいいんだろうな、うん、情けないよね。ちょっとダメなんだよね、眠気が眠気が半端じゃないもん、ファイナルラウンドまでリングに上がれたっていうか、ファイナルラウンドでも決着つかなくて延長戦一回やるみたいな感じでしょ。すごいよな。精子の量が足りないのか、亜鉛かな。旅はちょっと微妙かな。まあ月に一回ぐらいどっか回るぐらいにしよう。なんかこの前の群馬みたいなノリで、のんちゃんと近場で旅するっていうのがいいと思うけど。賢者タイムっつうか、俺もう寝るからね。だから、寸止めの訓練良くないと思うよ。え、嘘、公開しちゃうな、お気に入りさんのシャドウ。え、URL ください。URL。それ、キャプロ ?52 号さん、キャプロ ?URL ちょうだい。俺は中学校の頃の勃起力は、のんちゃん俺あれだよね、のんちゃん証言して。俺さ若いよね、その勃起力とか、その日本刀は錆びてないでしょ、錆びてないよね。そうだから、あの頃のままなの。だからその日本刀、鞘から抜かれた日本刀はあの頃の輝きなんだけど、使う方の日本刀振り回す侍の腕が落ちてるの。うん、亜鉛とかマカとか意味ないんだ。だから俺の術が鈍ってるんだよ、抜刀術が。直樹兄さん半端なく強いんだから見せてよ。どこで見れんの、どこで見れんの、直樹兄さん。だって ポチエムの時もさ、ポチエム最強とか言っててさ、絶対勝てないとか言って蓋開けてみたらあれだったじゃん。え、俺、直樹兄さんのシャドウ見たいんだけど、どこで 見れるんだろう。っていうか、公開しろよな。授業中に勃起してたところじゃないよ、俺。分度器見て、ギンギンだったからね。数学のハゲた若ハゲの先生が、分度器をこうやってやって、チョークでこうやって分度器で、なんか線引いただけで勃起してたもん。半端じゃなかった。ギンギンだったよ。分度器エロと思って。情報なさすぎだよね。しっかりしてほしいよな、本当に。うん。え、どこにあんだろう。え、分度器見て勃起してたよね。いや、それね、女の人わかんないんだよ。中学生ってさ、中学生の頃さ、こう立つとき、あとこうやってやるでしょ、高校生とか中学生で。これ勃起してるチンコがこうなるわけですよ。ピーンってピーンってなるのをここでグリップするの。だから中学生がよくあーっつってこうやってさ、制服直すのはここに引っ掛けてんの、チンコ、勃起したチンコ。こうやってよくやってるでしょ。いや、あーってこうやってやって、カッコつけてるでしょ、こうやって。これはチンポジ直しだから。そう、これ男の人、女の人知らないんだよ、これ。男だと当たり前だから、いや、当たり前じゃんって言うじゃん。こう、ズボン直してるんじゃないんだよ、あれ。勃起してるチンポをベルトでフックしてんの、ここで。これ見たことあるでしょ?あれはもう、ギンギンだよ。ギンギン。え、これし、ねえ、男の人、常識だよね。うん。あと、勃起し、常にしてるから、座ってる時はバレないの。ただ、授業中、急に、名指しをされる時あるじゃん。あれはやばいよ。教科書を持ちながら、こういうやついなかった？なんか、前かがみに、なんか、こんなやついたでしょ、前かがみになって、こういう感じでこう立ってるやつとか、あーとか言いながら。そうだよ。あれは、ポジションを変えてるんだよ。
そう、あ、ポケットに突っ込むっていう技もある。そう、それが使えないときはポケットに片手、だからあれだよ、中学生やたら片手にポケット入れてんな。あれはポケットの 中を解説すると、こうやって入れてんのはこうやってやってんの、うん、わかる。ポケットからこうやってやってんの、ずっと。わかる。だからみんな片手にこうやってポケット入れて、こう中でこうやってやってるから、うん、やっぱ中学生かっこいいよね。そう、卵味噌にわび？なんで俺が卵味噌にわびを入れるの？全然意味わかんないんだけど。おはようございます。うん、だから男と女って意外とわからないことあるんだよね。簿記中はベルトで挟む。ほら、書いてあるじゃん。そう。机に両手をつけてクールに決める技とかいろいろあるよね。うん。え、知らないんだよ、だから。意外と大人。うん、昨日騙した。何を言ってんの。騙してないよ、うん、そうだよ、うん、俺は中学の頃勃起したチンコをすれ違いするときに目当ての女にこすりつけてた。あー、人斬りだ、辻斬りだ。あ、小学生の時は柔軟性があるからね。卵味噌まだ食ってないんだよね。っていうかさ、卵味噌、北海道から卵味噌を持ってきてくれればよかったのに、これだよって言って、うんうん、でも女の子もそういうのない？女の子はないかな。いや、卵味噌欲しいよ。昨日まで愛知県にいたのに泊まらなかった。一泊はしたよ。リスナーさんの家に一泊した。卵味噌っていうのが名産であるんだって。で、全然想像もしてない。なんか、いり卵を味噌で炒めたものみたいなイメージだったの、俺は。そうじゃなくて、なんかご飯にかけるものらしいよ。意味がわかんない。卵とか、俺は、味噌にゆで卵を漬け込むみたいな。で、それを取り出してきれいになってるのが卵味噌とか、いろんなパターンを想像したんだけど、卵味噌って何？俺は2つパターンある。ゆで卵を味噌の液体に漬け込んだ卵味噌と、味噌炒め風のスクランブルエッグみたいな卵味噌の2パターンを用意してる。うん。いや、それが卵味噌らしいの、本来の。そう、うん、味付け卵連想されるけど違うんだよ。そう、黄身を味噌に漬け込んでるんだって、うん、え、泊まりに、53号さんの家に泊まりに来ていいの？ありがとう、うん、美味しんぼに出てくるっていうよね。すげえうまいらしいよ。いや、北海道の名産なんだって。っていうかポピュラーなものらしいよ。あー、女の人は何回でも行けるね、構造上。何回でも行くことができるの、射精がないから。で、聞いたことなかった俺。あー、もしよかったらアイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。なんかお気持ちでいいんでアイテムください。なんかね、最近ね、旅行ってからね、一回ね、その金梅さんがあの花火対決で花火ね、たくさんいただいたんだけど、平均するともうボロボロだよ俺。アイテムちょうだい。あ、ラーメンはぶっちゃけうまい。俺、まずかったらどうしようって不安あったんだけど、普通にうまいし、普通に客入ってた。配信で、あ、もうオープンで3人入ってたもん。すぐ入ってた。あれは、普通に、売れると思う。ただ、量が半端じゃなく多い。ビビる。もう食い切れる量じゃないレベルが出てくるから。そう、金梅さんのおかげで助かったんだよね。うん、魚介つけ麺なんだけど、あとなんだっけ？まあ、検索してよ。タイムシフト残ってるから。ラーメンも唐揚げも両方とも美味しかったよ。うん、普通に。ありがとう！バーガー3個ありがとう！アイテムありがとう！助かります。あざーす。おー、この人か。ありがとう。
魚介つけ麺なんだけど甘辛い感じでね。あ、演技じゃないのって。いや、いいじゃん。行きすぎる、行きやすい人は嬉しいよね。うん、言ってくれるとやっぱり男は嬉しいんじゃない、うん、俺はだけど野田総理のあれがすごい興味ある。あの後ろから手こき、うん、全部でじゃないよ、あの全部のせつけ麺が1450円だった。全部のせが半端じゃなくる。ありがとう、風船ありがとう、ありがとうございます、うん、全部のつけ麺が1450円で、普通 のノーマルつけ麺いくらだったかな。ちょっとそれあのツイッター調べて。行きやすくなりたい。お風呂に入ったりとかするのが大事だったりするらしいよね。血行が結構大事だよね。うん。そろそろ朝の支度ね。行ってらっしゃい。逆に中じゃなかなか行けない人。あのね、これね、これ女の人また正解って言うと思うの。俺実はね、セックスね、女の人から共感されること多いけど、今男の人に教えてあげる。で、女のリスナーさん正解だったら正解って言ってね。意外と中で行かないから。うん。これね、実はね、正解の。大正解の。あのね、行く、中行きってあるんだよ。あるのはあるんです。あるのはあるなの。あるんです。中行きっていうの。だけど、これね、男で言うとこの前立腺で行くのと一緒だから、かなり高度なテクニックの。で、ほとんど、あのね、これね、ちゃんと医学的にデータが取れてるの。あの、クリトリスで行くんだよ。豆行きが本来の。で、中で行くっていうのを流行らせたの、実は宗教的な理由なの知らない人が多いの。あのね、カトリックが流行らせたの。中で行かせるっていうの。中行きはかなり高度なテクニックだし、その開発をしないといけないから、かなりのテクニック持ってないといけない。クリ行きが通常だから、そう、外でしか行けないの悩まなくていいよっていうことなの俺が言ってんの。あのね、中行きは存在するんだけど、普通の人が中で行くって考えない方がいい。中で行く人のね、アメリカの統計ってね、本当にね 5% とかなんだよ。20人に1人とかなの。それをカトリックってさ、ほら、なんつうの、レズビアンとか禁止してたりするでしょ。だし、不純異性行為がないように中で行くんだよって教え込んだの。これ宗教的理由なの。そう。いや、俺通常枠でもこんな話バンバンしてるよ。そう。いや、まだ外のみが普通だよって教えないダメなの。中では行かないもんだと思ってていいよ。うん。中では行かないもんだと思った方がいい。そう。神経通ってないから、逆に言うと全身性感帯みたいな状態にならないといかないの。これも正解って言われる。中行きをしたことがある人は、はい、まだ和道正解って。要はもう脳がとろけてる状態、どこ触られても行く状態が中行きなの。だから正解でしょ。中行きした女性教えてね、和道正解だよって。正解でしょ。そう、正解の。だからすごい男とか、逆にね、男がテクニックあるとかじゃないのよ。あの、そのフュージョンセックスって言うんだけど、その変性意識状態でも今何してるか分かんないぐらいトロトロな状態じゃない、そうならないの。それをに持ってくには、体調であったりとか相手との相性とかいろんなものが関係してなるから。そう。あのね、簡単に言うとね、クリトリスっていうのは、ペニスとクリトリスって同じ器官なの、もともと。で、男のアナルセックスの、男のアナルの前立腺と女の人の G スポットが一緒なの。そう。
簡単に言うと、男の人で、アナル開発でメス行きっていうじゃん。メス行きができる人っていうのが、メス行きができる確率が、女性の中行きができる確率と一緒なの。うん。オチはないよ。うん。前戯次第っていうかね、前戯じゃない、テクニックない。女性のセックスっていうのは、男みたいに早く動かすとかどうとかじゃない。うん。もっと複雑な問題なのね。うん。そう、祈祷とクリトリスが同じよ。そう。前立腺で行くと俺は嬉しいよ。うん。何の話だ。そう。だから、その、中行きができる状態っていうのは、おっぱいで行くこともできるの。でも、確率的にすごく難しいよ。うん。朝6時だからこそ俺は言いたい。うん、朝6時の教養番組だから。仕事前の、うん。今日の授業は保健体育です。保健体育。俺はね、倍ではないと思う。なんでかっていうと、これいろんな人の倍の人とか、ゲイの人に告白されたこと何度もあるんだけど、俺は誠意を持って答えてんの。俺は人として別に君のこと嫌いじゃないし、好きだよって。でも、男性で勃起した経験がないんだっていうことを誠意を持って伝えると分かってくれる。要は潜在的に、君が性の対象ではないんだよっていうと引いてくれる。そうだよねって。俺はだから、好意を持たれること自体は別に、男性からでも女性からでも、バイでも、何でも愛されるっていうのは美しいことだと思ってるから、ありがたいことだけど、でも、俺、恋愛感情とかじゃなくて、あなたのことが好きでも立たないっていうのは伝えないと。うん。な、俺は、ちゃんと言うね。ドレさんは倍だよ。うん。何言ってんの？うん。俺、セックス下手だと思ってんの？俺、女性からすごい支持されてるよ。じゃあ、のんちゃんに聞いてみようよ、トイレ行ってる間に。ちょっと、のんちゃん、俺がセックスどれくらい上手いかを、ちょっと、話して、はい。トイレ行ってくる。もう、いつも行ってるからいい。いや、誤解がある。本当のこと言おう、今日は。今までネタじゃなくて、今までネタじゃん。違うよ。のんちゃん、はい。はい。トイレ行ってくるから、はい。これは、リスナーにさん証言して、のりこしか言えないことだから、ちょっと行ってくるよ。はい、どうぞ。いつも言っていることですけど、和道さんはマグロです。で、じーっとしてて、それで「フェラして」って言って、フェラして、あと手こきですぐ行っちゃいます。だから動かさないでって言ってはい、大丈夫。伝わった？リスナーに。俺のセックステクニック。セックステクニック伝わった？俺の。ほら、絶倫でしょ？え？わかった？みんな。わかった？うん、誤解してた。うん、こんにちは。うん、なんだよ。よくわかった。うん。のりこ行きっぱなしだから。のりこは行きっぱなし、本当に。うん。てやか花火ゼロ発か、きっついな。ちょ、誰か花火くれよ。頼むぜ。ちょっと。なんか本当に花火上がんなくなったよな。焦るわ。ありがとうバガザイス、ありがとう。
なんでメス行きに詳しいの？五反田だね、ヒントは。うん。ヒントは五反田だね。五反田ばっか行ってたんだ。いや、ばっかりは行ってない。あのね、一回だけしか行ったことないね、五反田は。五反田にね、魔法使いがいたんだよね。うん、あ、ドレさんに投げないといけないから、ワドに投げる分ない。あ、ひどいな、ちょっと。うん。うん、真面目にやれって真面目にやってるよ俺。あ、頑張ります、ありがとうございます。五反田っていう町に魔法使いがたくさんいるんで。岡山で稼ぎすぎたって。岡山大赤字なんだけど、まあ一晩だけね、すごい100発以上もらって。ただ4日間行ってひどいよ。序盤出だし良かったのにね、大赤字だよ本当に。だって昨日の収入いくら？昨日5000円とかだよ。マジやべえよ。焦りが半端じゃない、焦りが。ウグイス谷にはデッドボール。ほら、3000円とか5000円とかだよ。ヤバタンだよ、ヤバタン。うん。うん。アドンさんおはよう。ドレさん復帰したみたい。仕事で見れなかった。うん。あ、ハートありがとうね。ドレさん復帰した。さっきメール返ってきたよ。なんかいろいろあったらしいね。うん。よかったよ。ドレさん復活して。あ、いいよいいよ。まあ、ドレさんに祝儀はね、それは別にいいの。うん。だって、ドレさんずっと食えなかったんだから、1ヶ月10日ぶりぐらいでしょ。うん。体調よく、あのね、ガンじゃなかったって。ガン、確か、リスナーさんからまた聞きだからあれだけど、ガンではなかったって検査結果出たって言ってた。よかったよね。俺このまま引退すっかなと思って、ちょっとね、さすがに休みすぎと思って、うん、年収いくらっつっても、うん、いくらぐらいだろう、200万ぐらいじゃないの去年。うん、うん、一安心だね。私どれの財布だからごめんね。え、でもさ、俺言いたいことあるんだけど、推しの配信者に花火投げるのはもちろんだけど、推し、なんつうの、ここに来たら気持ちは投げてもらいたいよ。食えないもん。そう、別に爆投げしてって言ってるわけじゃなくて、バーガーとかハートとかパフェとか花火じゃなくていいから、やっぱさ、200人とかのもてなそうと思ってるし、いい、ありがとうありがとう、風船ありがとう。その、見てもらう人に頑張りたいし、俺も食ってかないといけないから、うん。なんつうの、そのドレさんにだけ投げて、ここで投げないって宣言されてもちょっとね。初見さんありがとう、ハート10個もありがとうね、風船ありがとう。そうそうそう、それはね困るよ俺もさすがに。そう、なんかその、うん、ちょっとなんか助けてもらいたいかな俺も。まあ、たまに投げてくれたら嬉しいよね。月1回とかね。それだけで全然食えるからさ。風船ありがとう。ありがとう。うん。ドレさんに今日投げるっていうのは全然いいことだと思うよ。うん。そうそうそう。人に投げるアイテムのこと。なんか、そう、ね、困っちゃうから。そう。今日のんちゃん後ろにいるよ。昔ワドさんにパフェ投げたけど感謝されなかったから投げないことにした。サメちゃんは風船でもありがとうって言ってくれるの。俺そんなこと絶対言いません。114号さん嘘つくのやめて。パフェ投げたけど感謝されなかったからって、俺全部のアイテムありがとうってちゃんと言うから。120号さん風船10個ありがとう。嘘はつくのやめようよ。俺そんなこと言わないから。うん、投げっぱなしだまはいらないわ。うん、大手は勘違いをしてる。リスナーを舐めるな。え、どういうこと？のんちゃんのファンなの？ありがとう。うん、いや、俺、だってパフェで感謝しないなんてことないもん。うん、なんかそれって印象操作をしてるようにしか見えないよ。うん、だから、うん、嫌だよね。なんか。うん、いやー、信じれなくなるっていうか、俺は信じなくていいし、嘘もつかないから、確認してほしいよね。
疑わないで見てほしいし、信じなくてもいいし、疑わなくてもいいし、その事実を見てほしいね。パフェ高いよ、うん、毎日花火対決してる配信者がおるがクソかっこいいマガホ、あ、うん、配信で成功ってなんだろうね。なんかこう俺のことを応援してくれてた人が、いや俺和道のこと食わせてたんだよ、ずっと応援してんだよって自慢させてあげたいっていうか、そしたらすげえ嬉しいから、うん、ハートありがとう、109号さんありがとう、いつも見てくれてありがとうね、うん、でも別に俺が言ってること全部が嘘じゃないっていうんじゃなくて、パフェに感謝されなかったとかそれはひどくないって言ってんの、うん、声はいい、ありがとう、うん、語らずに対決対決とかリスナーを舐めすぎ、あ、まあそれはねやっぱり、うん、喋るのとか見せるのが仕事だとは思うかな、うん、まあね、うん、ありがとう33号さん、でもなんか嘘を平気で言うっていうのはちょっとやだよね、うん、おはよう、うん、おはようございます、俺彼女いるよ、うん、115さんいるよ、俺言うの忘れてたっていうかタイミング的にはあるよ、例えばそのゲストがいて対談者がいてこの会話遮っちゃダメだっていう時とかあるよ、うん、そういう時に言えないっていうのはあるじゃん、どうしても、例えばそのボクシングの企画やってる時とかにその殴り合いリングで殴り合いしてる時とか無理じゃん、だからその俺は言える時に必ず言うよ、うん、その金を何に使いたいとか言ってくれれば、あーなんだろうな、あー花火のお金か、うん、生活かな73号さんいらっしゃい、あーバカありがとう、うん、カメラ、え、カメラ、あーそうだね、アルファ7のカメラ欲しいね、ワード2おはよう、いい夢見てて絶好調、あーよかったわ、どんな夢だろうね、おはよう、うん、他の女性配信者で一番好きなのは和道って言ってた人がいた、え、俺の女配信者で一番好きなのは和道って言ってた、俺の女配信者ってどういうこと53号さんの女配信者、え、よくわかんねえな、俺の女配信者で一番好きなのは和道って言ってた、日本語がわかんねえ、うん、いやアイテム少なかったらテンション上がんないのは事実でしょアイテム上がんなかったらテンション上がんないし焦るよ、うん、声聞きやすい、ありがとう、たまちゃんの長所、卵味噌、あ、卵味噌は才能があるけれども、このままだと配信者として大手になれないと思う、うん、なんかあのなんかシュマジローとか万吉王みたいになっちゃうと思うね、要は一部の少ないリスナーさん、20人30人のリスナーさんにガチガチに囲われてお小遣いには困らないけれども、そう配信者としてなんか誰って言われちゃうようになっちゃうと思う、なんかこうもったいない気がする、彼はもっと伸びる器があると思ってて、俺はそれは卵味噌に結構トツの時に言ってて、お前はそっち側の人間になるのかっていう、なんかもったいないと思うね、俺の女、あー53号さんの彼女ってこと、あーよ、よか、意味わかった、すげえ嬉しいわ、ありがとう、うん、俺の女配信者、あ、そっかそっか、ありがとう49号さん、ようやくわかった、句読点がないとわかんなかったんだ、ありがとう49号さん、ありがとう、うん、ありがとうね53号さん、ようやく理解できた、だからなんだろう、長所はなんだろう、キャラクターが尖ってたりとか器があるっていう、例えば配信始めて数ヶ月であんだけリスナー俺は集められなかったから、だから人としての魅力あるんだけど、そこにあぐらかいてるっていうか、なんか花火もらうために配信やってる節がどうしても見えちゃうっていう感じかな、それが俺の感想かな、卵味噌の、うん、そんな感じ、でもまあ彼が何になりたいのかだから、別に金稼げれば少なくてもいいって言うんだったら彼にとっての成功だから、配信どうだろうね、儲かる人もいるし儲からない人もいるよ、好き
きなだけじゃなくてやっぱ食わせてもらいたいっていうのはあるよね。うん、そう、やっぱり背に腹は変えらんないし、飯食ってかないといけないから俺も。うん、卵味噌5分で帰ったね。うん、そうそうそう、花火あげろってわけじゃなくて、なんか気持ちチップが欲しいよね。はじめまして、131号さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。よろしくです。バイトすれば、いや、バイトはしなくてもいいかな。うん、バイトは別にする必要ないかな、今のところ。T シャツに名前載せるのね、今ね、のんちゃんがね、デザインしてくれてて、表面のデザインがあと3日ぐらいで仕上げてもらう予定なんだけど、こう、今、デザイン書いてもらってるね。この T シャツのここの部分。そう、これが完成したら、名前のデザインとかいろんな部分デザインして、業者に出そうと思ってて、表面の、あの、メインのプリントを今、のんちゃんにデザインしてもらってる。うん。サラリーマンだるいって言われてもな、いや文字が薄いのよく見えないっていうか、そうだね、うん、まあお気持ちいただけたらね嬉しいよね。うん、もうなんか、うん、卵味噌頑張ってもらいたいよね。もんちゃんイラストレーター使えないんだよね。配信プロデュース業なんかするつもりないよ。自分がまだ成功してないのにプロデュースなんかできないよ。そうそう、俺はね、囲いとアンチはね全く同じだと思ってて、あの囲いとアンチがいる放送はダメだと思ってるね。やっぱりあのやっぱりね、うん、何かを信じますとか常に疑ってますっていう人間は問題があると思ってるの。この人を信じきるとかこの人を疑い続けるっておかしいんだよ両方とも。要はね、あの一言で言うと、なんで囲いがいらないかっていうと、信じ続けないといけないと人間関係が成立しないような薄っぺらい関係嫌なの。リスナーさんに信じてくれ信じてくれっつって信じる信じるっていう関係って薄っぺらいのよ。そんなのすぐ崩壊すんの。だから信じなくても疑わなくてもリスナーさんと普通の関係を保ちたい。薄っぺらい関係リスナーさん作りたくない。117号さんハートありがとう、おはよう。わかるでしょ、なんか疑い続ける放送もおかしいし、なんか信じ続ける放送も俺は気持ち悪いっていうか、なんか宗教みたいで嫌なんだよね。うん、わかるかな、なんとなく。そう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 、だから信じてるからこそ裏切られたっていう発言をするんだよ。だから囲いほどアンチになるし、アンチほど囲いになるけど、信じなくてもいいし疑わなくてもいいから、ただ見てほしいよね。うん、ただ普通に。で、こういうところが嫌い、こういうところが好き、それは正しい、それは間違ってるって普通の冷静な判断ができるから。そうするとリスナーさんが、そうそうそう、バカ恋が大体面白くなくすんだよね。うん、この放送アンチと信者なんか全然いないと思うけどね。うん、俺歌うまいかな、そうかな。コメしにくいよね。これだから普通に否定的なコメントと、あの擁護的なコメントがバランスよくなるのが俺は通常の状態だと思うよ。冷静に見れてる。いや、あの、なんつうんだろう。バランスよく、俺はこう思うよ。俺はそれ間違ってると思うよって、バランスよく来る状態があれで、なんか人格否定を始めるの。囲いとアンチって。お前の生き方がダメだとか、その、お前どうしてみろよみたいな喧嘩が始まるのが嫌だ。普通に冷静に、ここはこうだよねとか、これ、ああ、和道そう考えるんだ、俺はこう考えるなとか、普通の会話だと思ってて。で、なんか思い入れが強すぎるから、お前が言うことは間違いに違いない、お前は嘘しかつかないとか、お前は、和道さんは神、和道さんはすごい人、和道さんは説得力ある、尊敬するとか、両方とも間違ってると思うの。うん、
普通にコメント打てる環境っていうのを作るのは配信者の大事な要素だと思うんだけどね。うん。おはよう。ああ、アンチだったんだ。うん。普通、そう、決めつけてくるから、そうじゃなくて、普通にお店に入って今日どんな感じかなっていうのが楽しいと思うよ。今日どんな感じなんだろうって言って。会話を楽しみたいよね、もっと。うん、おはようね、解放。初見さんありがとう。そう。なんか、こう、熱烈な信者も熱烈なアンチもいらないかな。ただ普通に見て面白かったらチップを置いて帰る人が欲しい。あ、楽しかったよ、つって。寝るわ、つって。10円とか100円とか置いて帰る人がたくさん欲しいね。応援するわ、つって。アンチがリスナーになるパターン多いかもしんないね。うん、みんなに言われるね。うん。ありがとう。風船ありがとう。そう。なんか借金してまで俺に貢げとか全然思わないもんね。生活狂ってても借金してでも俺に貢げなんて全然思わないもん。だってさ、ここにいる200人がさ、100円払ってくれたら2500円なんだよ。終わりじゃん。ここにいる100人が、違うよ。ここにいる250人が100円払ったら2万5000円か。だから食えるんだよね。すごくない？だから、それでいいんじゃんって思うけど。ありがとうは花火の時にかけてるね、エコーは。うん、ほんでちょっと花火あげたら囲いだけよいしょすっから。誰が？うん、誰が？うん、ああ、セブンさんとシュマジローが。ああ。ふわっちのコラボは誰が、ああ、そうだよね。うん。わかるわかる。水割りじゃない？ただのお茶。ふん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 。なるほどね。なんかさ、人のこと信じてないと生きられない、人のこと疑ってないと生きられないと俺病気だと思ってんだよね。わかる？それで自信がないからそうなっちゃうと思うの。人のこと信じてないと生きられない、人のこと疑ってないと生きられない、それって自分を持ってないこととイコールだから、対等に自信を持って話せる関係が俺はなんか楽だけどな。花火上がった時、まるまるさんありがとうって言わないと花火上がらないと思うよ。そう思わない？え、俺普通に花火とかアイテムもらってありがとうって言わなかったら嫌な気持ちすると思うけど、どうなんだろう。俺は普通にアイテム投げたら、あ、ありがとねって言われたら気持ちいいけどね。うん。,笑顔大事だね。そうだね。そうだね。分かった。気をつけるよ。ありがとう。117号ありがとう。そうだね。俺真顔でね、アスペ顔だからね。真顔で言ってるから怖い顔だってよく言われるのよ。気をつけます。笑顔を増やします。ありがとう、アドバイス。ハート5個ありがとう。それはいいことだね。本当にそうだわ。俺は笑顔が少なすぎるんだよ。確かに。そう、真顔で語ってること多いからね。ありがとう。気づかせてくれてありがとう。うん。うん。花火を上げてもらうためにありがとうって言ってる。じゃあ、上がった後に言ってるから。うん。花火もらった時に言ってる。うん。ああ、87号さんはすごいまともな考えしてると思うの。うん。佐野の KP みたいな。
いやどうだろうな。うん、まあ難しいよな。そうするとさ、花火もらうのに集中しちゃって会話をしなくなるから、俺はあくまでその後からもらうのが普通だと思って、要求するもんじゃないと思ってんの。なんかこう楽しかったらもらうっていうのが普通だと思ってて、だから吉野家なのか松屋なのかだと思ってて、先に金払うのか後で金取るのかっていう、俺はだから吉野家派なんだよね。うん、またもらうためにじゃなくて、もらった時に感謝の気持ちを伝えたい。うん、俺の放送を支えてくれてたりとか、俺の放送に価値をつけてくれてありがとうだね。うん、クラウドファンディング俺はあんま好きじゃないね。全否定ではないけど、あんまり好きではないクラウドファンディングは。普通にありがとう言うのは大事だと思うな。うん、アイテムタイムもだからやめたね。うん、普通にアイテム欲しいタイミングで助けてって言ってる。アイテムくださいって。うん、アイテムタイムずっとやってたけどね。あ、そうだよ。あの囲いも別にいていいと思うし、囲われててそれで楽しいって言うんだったら俺はそれを否定するつもりはないよ。ただ普通の人は入ってこれ行きづらいから少数少数になるって言ってるだけの。俺はその少数少数で内輪で囲われる放送っていうのが嫌だから、あえてその方法を俺は取らないって言ってるだけで、そこを否定してるわけではないから、そこ誤解しないでほしいの。その囲い込んでるのが悪いって言ってるわけじゃなくて、囲い込んだら初見が入りづらいよねって、だから新規が増えないよねっていう、それって配信じゃないよねっていう。デコは広がるよ。おはよう。いい話聞けたのに声多いのに不思議と花見ないよね。ああ、そうでしょ。だっていい放送とアイテム数は比例しないと思ってるもん俺は。だからつまらない放送でも一部の人がこう花見投げちゃったら成立しちゃうからね。うん、俺はだからいいコンテンツを作る人が稼ぐのが正しいと思ってるし、これからそういう風にいろいろ変更されていくと思うので、俺は YouTube が一番正しいやり方してると思って、だからあそこまで会社がでかくなったと思ってんの。要は普遍的というか、いやアイテムタイムはやっぱ理念的におかしいなと思って。そう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 、リスナーさんが作ってくれた曲流しながらやってたんだけど、俺 YouTube やってるよ。やってるやってる、 YouTube やってますよ。でもまあフワッチが好きなのね俺は。フワッチ楽しいじゃん、俺好きだよ結構ふわっち。どうなんだろうな、もうありのままやっていくしかねえかんな。稼げなかったら稼げなかったでもうのたれ死ぬしかないしさ、なんだろう、まあ食えなかったらそこまでの器ってだけだし、でもなんだかんだね俺運いいかんな結構運いいから助けてもらったりしてなんとかなってきたんだよね。ツイキャス僕苦手っすね。運営さんがあぐらかいてるっていうか、なんか傲慢な態度なんで、僕は一生懸命運営さんが頑張ってるフワッチが大好きっすね。爪のライブ浸透最近始まってきたよ。ひろゆき、西村ひろゆきさんとかもう YouTube ライブバンバンやってるもんね。そう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 、2万人3万人っていう集客だからね。普通に爪のライブなんで浸透しないんだじゃなくて、普通にアクティブ2万とかだからね。のんちゃんいるよ。おはよう。金梅さん大好きだよ。うん、金梅さん大好き。
いやだからね、ニコ生とかツイキャスとかでかくなりすぎると傲慢になるんだよね。だからベンチャーが好きだね。おはようございます。だから管理がしきれなくなるんでしょ。システムに頼るんでしょ。要はあぐらかくってことでしょ。俺は血の通ったコンテンツが好きだから。だって YouTube とかもすっごい頑張ってるよ。 YouTuber になると分かるんだけど、運営さんすごい対応いいし、 YouTube ってあの規模でやってるのに未だにアナログで対応したりとか、YouTuber 育てるために、YouTuber 向けの動画とか作ってるからね。あれはすごいよ。すまんけど何をもって成功って考えてるの？俺のことを応援してくれてるリスナーさんがいますと。好きだと。ワドのことずっと応援してると。で、その人が自慢できるようになったら俺は成功だと思ってる。いや、俺は西村博之に慣れてるか慣れてないかあんまり気にしてないけど。おはようございます。なんか、なんだろう、ひろゆきさんすごいからね。予算面白いでしょ、普通に。面白さ教えて。なんだろう、あなたが面白いと思うか、95号さんが面白いと思うか、つまらないと思うかは、95号さん次第だから、俺よく言うんだけど、みんなが面白いから、この人面白いって言う人っていっぱいいるけど、俺それってくだらないと思ってて、みんながそれぞれ面白いと思うか、つまらないと思うかっていう感情が大事だと思ってんの。はい、おはよう。風船ありがとう。だから自分の感覚信じた方が良くない？だってさ、性格はみんなバラバラなんだし、価値観ってバラバラなんだから、見た時に面白いって思うか、面白くないって思うかってバラバラになるはずなんだよ。で、その人数が集まってるイコール私も面白いはずだっていうのは俺間違ってると思ってて、あなたが面白いと思うものを堂々と面白いって言えばいいと思う。失敗の基準は和道のことを応援してて損したなっていうことじゃん。そうそう、自分の価値観を押し付けたりとか周りの目を気にしすぎなんだと思ってて、なんか自分が面白いと思うものを信じるって大事だと思うね。YouTube はね、そう、金かけるべきところと、やっぱ教育に力注いでるっていうのが最強だと思ってるかな。教育が人を作るし、一番安く済んで一番時間かかって一番成果が出づらいんだけど、確実に成果が出るのは俺教育だと思ってて、 YouTube は教育に時間かけてるっていうのはすごいと思う。投資をしてるんだよね。そうそう、人気イコール面白いではないってことね。そうそう、部分部分共感でいいんだよ。こういう時の和道は面白いわ、こういう時の和道はつまんないわで、ね、普通だと思うよ。 YouTube で今4万ぐらいかな、3万か4万。タイムシフトをアップロードするだけで、3万か4万かな今。ちょっと見てみようか、広告料いくらだろう。ちょっと待ってね。要望出してるよ、定期的に。いくらかな、あ、4万ぐらいだね。4万ぐらい。ラジオ代わりに聞いてもらえたら嬉しいですね。波があるからっつってもあれだよ、飯が食えないレベルにはなってないよ。この1年半ずっと食えてはいるよ。20万以下になっちゃうことも多いけど、20万前後はずっとキープしてるからね。だからプロではあるんじゃないの、そういう意味では。飯は食えてるから。そう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 、 TS 上げるだけでもね、お小遣いになるから。あ、気分の波あるね、確かにね。それはでもバッターボックスだって調子悪い時とかあるでしょ。
俺だってベストコンディションでやりたいよ、ずっと。ただそのスランプも大きいし、振れ幅がでかいタイプだなと思って、それは俺自身毎日戦ってるよ。うん、ねえ、幸せだよね、好きなことで食ってくっていうのは。うん、ぼやけてるかな、そうかな、俺全然ぼやけてるようには感じないけど。うん、飯が食えたら俺はプロだと思うね。どんな世界であれ飯が食えたらプロ、飯食えなかったらプロじゃないっていうのが俺の価値判断かな。でプロの中にも三流のプロと一流のプロがいると思ってて、まだそのトッププロではないとは思ってる。プロには入ってると思うよ。じゃあトップのプロ、一流のプロではないと思ってる。プロはプロだと思ってる。それが自分の判断かな。機材とかすごいこだわってるね。うん、まあそれは仕事道具だから、仕事道具こだわるのは普通だと思うよ。別になんか特別なんか格段変なことではないと思ってる。ギャラもらってんじゃないの、ツイキャスとかあのオープンレックとかから契約してるんでしょ多分。いや俺だって卵味噌がいくらで飯食ってるかとか全然知らないもん。うん、だから分かんない。たまちゃんのことはたまちゃんに聞いて。うん、俺分からんよ。彼の配信者がいくら稼いでるとか聞いたことないもん。あ、帰ったよ。5分ぐらいで帰ったんです。リスナーは何を見に和道に来てると思う。いやだから133号さんいい質問だね。あのね、それは気になったとしても理解することができないと思ってる。なんでかっていうと、ここに240人いるわけだよ。240通りの理由があるから、考えてもしょうがないと思ってる。わかる？俺はたくさんの人に見てもらって今嬉しいのよ。たくさんの人にコメント書いてもらって嬉しいの。だけど理由はみんながそれぞれあると思うの。暇だから、推しの配信者が寝てるから、まあ和道が好きだから、和道が嫌いだからって、いろんな理由があっていいと思うよ。ただ俺は来てくれたことが嬉しいね。うん、なんかすぐ帰っちゃったね。うん、だからね、133号さんね、逆に聞きたい。みんなはなぜ俺の配信に来てくれたの、理由書いてよ。逆にそれが真実だから。みんなはなぜ今日この枠に来てくれたんですか、理由を書いてください。うん、俺の考えじゃなくて答えはみんなが持ってるから。うん、乞食という配信スタイルを出したら成功。どうなんだろう、ひろゆきさんが言う乞食っていうのは俺はよくわかんないかな。うん、海老蔵さんは金もらってないと思うね。うん、マンモスレピー。うん、配信で成功する秘訣、俺が自身が成功してると思ってない。やっと飯食えるようになっただけだと思ってるから、俺は成功を語る資格がない、まだ。うん、まだわからないって感じだね。うん、まあここに書いてあることが、真実だよ。うん、なんとなく気になるとかね。うん、知らない、本人に聞いてみればいいじゃん。作業しながら聞きやすい。あ、すごい嬉しいね。作業配信に向いてるっていう理由ね。あ、ワドニーしに来てくれんの。はいはい、またね。うん、俺は成功は相対評価じゃないと思うね。絶対評価だと思ってるね。うん、うん、ワドの自己認識を聞きたかったのは理解できる。うん、で自己認識は今話した通りだよ。俺が話した、俺の考えなんて知っても意味がないっていうのは俺のしっかりとした自己認識でしょ。うん、要は俺がこういう理由で人が集まってるんだっていうのは、多分俺頭悪いから外すと思ってるの。わかる？
なんでかっていうと自分のことを評価するときっていうのはフィルターがかかるのよ。なんでかっていうと自分のことみんなよく思いたいから。で、俺は自分の能力を、なんつうのかな。自分の能力を、ハートありがとう。風船ありがとう。自分の能力はあんまり優秀じゃないと思ってんの。自己判断をするときに。なんでかっていうと、プライドが高いし、ナルシストだから、自分のことよく評価しようとする癖があるの。だから、俺が俺のことを考えたときに、みんなが思ってるよりも、ナルシズムが、高くて、こう、なんつうの？わかる？言いたいこと。みんなが思ってるような答えじゃなくて、俺が勝手に勘違いした答えを出すっていうのは、俺を、そこには自信があるのよ。だからその結果を伝えても意味ないよねって言ってんの。うん、そうじゃなくて、みんなに質問した方が早くないっていう。それが事実でしょっていう。うん、間違いないでしょ。うん、いやー、どうだろうね。名前が売れるだけだったら別に、みんな売れてる人いるからね。うん、うん、声のトーンがいい、ありがとう、うん、いや多分ね金じゃないと思うね。お金も絶対的に成功の条件に一つには入ってるんだけど、お金だけじゃないと思うね。うん、お金だけじゃないと思う。その勘違いを聞きたかったのは理解できない。理解してるから、俺は131号さんが勘違いを聞きたいからわざと煽ってるっていうのになぜ気づかないの？あなたが求めてる答えなんて簡単に渡せねえよって言ってるのがなんでわからないの？逆に質問を質問で返して申し訳ないけど、あなたの手のひらで転がされるつもりはないよって、うん、アンチをブロックするっていうのはどうなんだろうな。うん。なんで渡さないの？気分かな。うん。気分かな。そういう。うん。結構今楽しいのよ。うん、楽しい気持ちを壊したくないの。うん。何も別に守ろうとしてないよ。うん。今気分が良くて楽しいの。で、その気分を返すモードに持っていきたくないっていう感じかな。今の気分を守ってるか、うん、詐欺師なんだから諦めろ、うん、諦めたら終わりでしょ、うん、ツイッター鍵垢に関しては俺はもう配信する意味がないと思ってて、例えばその何かを発信するポジションの人とか、何かをこうフォロワーが多くいる環境の人で鍵垢っていうのはもう世間に対してとかオープンマインドでやるつもりがないですよって宣言してるようなもんだから、うん、そうそうそう、鍵垢はもう本当に終わってると思ってて、配信者で過疎の子だとしても鍵垢にする人は俺はダメだと思ってるね。それは配信やるべきではないと思ってる。うん、鍵垢をすることは否定しないけど、鍵垢にするような性質の人が配信に向いてないと思ってるね。わ、うん、かる、うん、まあいいんだよ。170号さんが和道はジャガイモ王子と同じ同列っていうのはあなたにとっての絶対値なわけじゃん。それでいいんだよ。170号さんは そう思ってて、それが真実なんだよ。勘違いを露呈することが恥ずかしいよ、別に、うん、いいんだよ。だからそのみんなの中でなんていうのかな、俺がどのポジションなのか、俺にどうなってほしいのかっていうのはバラバラでいいと思ってるよ。なんかバラバラで普通でしょ、うん、スロット配信ひどかった、うん、リスナーから金せびって、っていうか俺全面的に俺の配信イコール金せびってるようなもんだからな。常に花火欲しいと思ってるから俺は今でもせびってるけど、うん、全面的にせびってるけど、それを言うならスロットに限らず全面的にせびってますよ。はい、こんにちは、ワドツ、おはよう。だって支援されないと生きていけないんだもん。
あ、ナンバポの時の方が面白かったか。ごめんね。ある意味金映えとかより和道の配信の方が面白いと思う。うん、人によって違うんだよ、面白いと思うタイポイントが。でもさ、なんかこう、もうなんだろう、自分は自分でやっていくしかないからね。まあ、誰かと比べてやってないってことよ、うん、俺はさ、ほら、例えば生ポの時、生活保護を受けてる時の方が配信面白かったなって言われても、俺は生活保護抜けたかったんだもん、ずっと言ってたけど。早く配信で稼げるようになってさ。アイラはまあすごいね、うん、アイラはすごい配信者だよな。同意見だね。はい、みんな和骨、うん、いや、もうまあ誰かと比べていいんだよ、リスナーさんは。いや、俺ブロックされたんだよ、石野で。無言で消したんじゃなくて、俺が消したんじゃなくて、石野がブロックしたんだよ。だから石野が多分消したんでしょう、まあ寝るか。ごめん、もうちょっと花火飛んで、ありがとう、花火ありがとう、やります、続けます、ありがとう。もうちょっと花火上がんないから厳しいわと思ってやめようと思ったけど、ありがとうね、ありがとうございます、嬉しいです。生ポって生活保護のことね。はい、頑張るよ、ありがとう。いや、今やめようと思った瞬間に花火上がるからね。これがあるからな、やめらんねえよな。いつどのタイミングで花火上がるかわかんねえから。いや、嬉しいよ、この花火は。めちゃめちゃ助かるよ。うん、だってさ、うん、3時間、4時間か、4時間放送するのに350円かかるんだよ。で、花火一発も上がんないってことはさ、やればやるほど赤字になるわけだから。いや、助かったよ。うん、もう少し待っててほしい。了解。石野は生まれる時代間違えた、学生運動やってる頃なら。どうだろう、活動的ではないかな、だな。俺、石野は結構今でも思想的には好きだけど、考え方とか思想とか発言とか大好きだけど、行動しないかな。うん、だから、俺、石野の語り大好きだかんね。あいつが気分よく喋ってる時とかめちゃめちゃ面白いから、ね、もったいないよね。俺、オフ会はやるよ。今度また格闘技の。あの、音階だね。オフ会はやるつもりないね。ノルさん連絡あった、生きてた、生きてた。うん。ノルさん生きててすげえ嬉しいね。うん。よかったよ。なんか、調子悪かった。さっきも連絡来て、配信終わった後。なんか、調子悪かったっていろいろあったらしいよ。なんか俺ブロックされたのかなと思って。うん。LINE に既読つかなかったからびっくりしてたんだよね。なんでとか思って。でもなんか、あの、なんかいろいろ忙しかったらしいよ。オフ会ね、あんまりね、俺ね、配信者とリスナーがオフラインで仲良くなることはあんまりいいことではないと思ってるの。頻繁にやるべきではないし、友達になったらダメだと思ってるから、ある程度適切な距離感がないと、なんか関係がぐちゃぐちゃになると思ってんだよな。なんかトラブルを生み出すだけだと思ってるから、あんまりね、リスナーさんと友達になる気はあんまりないかもしれない。だからたまにね、リスナーと私、リスナーと配信者友達だよねって言ってる人いるけど、嘘つきだと思ってる。嘘つきっていうか、経験が浅いか、うん、なんかリスナーと配信者は友達作る場所じゃないと思ってるから、うん、配信向いてないと思っちゃう。そう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 、ステッカー買ってくれたりとか、そういうのは大事なんだけど、手渡してもらうのは。ありがとう、バカありがとう、ありがとうございます。うん、いや、少ないけどごめんねって、ちょいちょいちょい、少ない、あの、アイテム投げてる人はなんでズーズーしくならないんだろう。アイテム投げる人ほど謝るんだよね。アイテム投げてくれてる人が俺を食わせてくれてるから、もっとズーズーしくていいのに。そう思うけどな。ちょっと待って
配信ってお金かかるんだよ、延長するの。そう、30分に1回50円かかるの。だから配信者過疎生主って30分ごとに枠切るでしょ。ふわっちも儲かってるんだから、もう延長料取らなきゃいいのに。もったいないよ、うん、おはようございます。過疎ほど花火上がりづらいから、食えないから延長代払えないかんね。あ、かわいそうだよね。おはようございます。ありがとう、バーガーありがとう。月1000円2000円も課金してくれたんだなって話してるのを聞いて、コツコツアイテム投げるようになったけど、配信見るの前より楽しくなった。あ、絶対そうだと思う、1095さん。あのね、俺がお願いしてるのって、あの本当に1000円2000円でも多いぐらいだと思ってて、月500円ぐらいでいいと思ってんの。もし俺のことメインで見てくれたりとか、ヘビーに見てくれるなら500円とか、下手したらもう学生とかの100円でもいいの。でもね、ただってね、やっぱりダメなんだよ。要はただで見るってズーズーしさが出るの。ズーズーしい人間なんだよ。だからね、ズーズーしい人間ってアンチコメントとか書くんだよ。要はね、俺もプロとしてしっかりやってくんだから、サービスを受け取るっていう気持ちがないとね、やっぱりチップも置かない人間に聞いてもらいたくないもん。あの、聞いてもいいんだけど、うん、ラジオ代わりにしてもいいんだけど、本当にこの放送好きだとか、本当助かるって思ってんだったら、俺はアイテム投げるのが普通だと思ってるね。で、やっぱりね、そのアイテム投げてるから堂々と付き合えるんだよ。堂々と言いたいこと言えるんだよ。うん。ワードこれ違くねえかって言えなくなるもん。ハートありがとう。1日のアイテム目標、俺今70で設定してるね。何がおしまいなの？どうおしまいなんだろう？ちょっとよくわかんないな。俺はサービスを受け取るっていう時、お金払うっていうのが当たり前の感覚で持ってるけどね。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。俺は別に道に落ちてる小銭探して拾って歩くわけじゃないよ。一生懸命喋って、一生懸命みんなを楽しませようっていう風に思ってるよ。すごい努力して人の心を動かそうって毎日頑張ってるけど、うん、花火400円になるとかマジ何なのかな。 あれはかわいそうだよね。そこはシステム改善すべきだよね。髪ね、金髪のままだね。ちょっと髪の毛切りたいんだよね、その前に、うん、髪の毛切りたい。いや、これね、ちょっと変だよね、このボツボツね。痛いんだよね、ヒリヒリするっていうか。あ、義務ではないよ、義務ではないよ、うん、もちろんもちろんそれは、うん、強制課金のサイト行けば、うんとね、これね、いい質問。182号さん、俺は戦う俺はこういうことが言いたい。すごくいい質問だったら、そういうシステムのところに行けばって言いたくなる気持ち、ものすごくわかるんだけど、違うの。みんながアイテム投げたくなるような配信者になってやるからなっていうことと俺の中でイコールなのよ。絶対に投げないって決めてたけど、和道にはちょっと和道頑張ったなって、今回俺投げる気なかったけど投げるわって言われた時に一番嬉しいの、うん、だから捨て頃とかさ、大きいイベントとかで勝ったりとかさして、みんなの心動かしたいのよ。むしろ俺は絶対無課金続けるわって言ってる人ほど俺は投げてほしいから戦ってんの。俺はわかる、そういうね、ひねくれたところが俺の中にあんのよ。投げないって言ってる人を投げてもらえるようにするっていうことはかっこいいじゃん、うん、その人にもポリシーがあるはずなのよ。でそこは否定しない。別に無課金で見てもブロックしないでしょ、来るなっていうわけじゃないでしょ。動かしたいの、その人の心を。そういう配信をやりたいの俺は。だから俺はここでやってる。和道にだけは泣けないって決めてんだ、うんうん、あれモニターの調子が悪いな、なんだろうな。
ありがとうございます。花火ありがとう。さっきバタバタして投げれなかったけど配信終わらなくてよかった。お気持ちだけありがとうございます。お気持ちいただきます。99号さんありがとう。ありがとうございます。ド M かもしんないね。ステゴロ出ますよ僕、うん、基本投げない派だったけどさっきの一言で課金しちゃったでも俺は毎日投げてくれっていうわけじゃないのよ。本当に1ヶ月に1回とか笑った時とかに投げてもらうのが普通だと思ってるね。あとあーなんかちょっと良かったわとかさ、そうだからあのなんていうのかな、人が集まっても例えば花火2発しかいただけない放送なんだよね。結局2時間喋って喋って喋りまくって花火2発っていうのは正当な評価なんだよこれは。そう無課金勢と戦うよ。それがなんだろう、俺の仕事でもあるから、うん、花火2発、そうそれがあの事実ね、うん、花火2発、ストリートパフォーマーの投げ銭と一緒だよ、うん、だから小敷っていう言い方じゃなくて路上パフォーマーと一緒だと思うよ。パフォーマンスはしてるからね。おはようございます、うん、おはよう。便所さんの企画に花火投げる、うん、じゃあ便所さんが俺よりもあなたにとって優秀なんだよ。あなたにとっては便所さんの方が魅力がある、うん、俺は花火投げないけど億万長者は目指してほしい。なんだろうな、161号ね、俺は億万長者とかさこうお金持ちになったら面白いなって思ってるけど、一緒に掴もうよそのうちの1円投げてくんない。その時の感動、例えばさ旗から見ててああ和道すげえな、億万長者になったなっていうのと、おい和道って億万長者のうち100円投げたの俺だかんなっていうの、どっちが楽しい。投げちゃえよ、100円でも1000円でも一緒に共有しない？100円で億万長者作れるんだったら俺楽しいと思うけどね。俺億万長者目指してるっていうやついたら100円ぐらい渡しても全然投資する価値あると思ってるけど、それはなんか買ってみたいけどな。どうなんだろう、傍から見てるとなんか寂しい気持ちにならない。和道にだけは花火投げてたろうと思ってたけど残高がゼロになったっていうのはどういうこと？どうなんだろうね、取り分半々ね。そこら辺はどん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 こう配信サイト同士がせめぎ合っていくんだと思うけど、もしふわっちなくなったらどうだろう、 YouTube ライブかな今の選択肢としては。まあどっかしらのサイトでやるだろうね。ストリートパフォーマンスで億稼ぐの難しいだろうね。ストリートパフォーマンスだけだったらもっとテレビとかなんかこうでっかい位置から、ストリートパフォーマンスのなんかこうきっかけに次のステージ行かないと絶対無理だから、俺も思ってるよ。ストリートパフォーマンスだけじゃ億万長者になれないっていうのは同意見、全く同意見。ただきっかけにすることはできると思うの。路上ライブからプロ行きましたみたいな。だからこうメディア、次のきっかけを俺は作ってる感じかな。腕を磨いてるっていう感じ。それだったら伝わるっしょ。俺も路上パフォーマンスだけで奥行けると思ってないよ。だからテレビにも出れるようになりたいし、新聞ラジオとかいろんな媒体にメディア露出していかないと厳しいと思ってるね。同意見です。300万じゃ効かないでしょ、ドバイのホームレス。ああ、年間じゃないのか。月間300万ね。映像もこだわってるけど、俺はラジオで聴ける人の配信がすごい好きだったから、あの、ラジオで聴けるような配信を心がけてるかな。あの、耳障りがいいというか、あの作業しながら、なんか仕事を頑張ってる人の役に立ちたいっていう部分があるんだよね。あの株とか FX とか、まあなんか書類とか何でもいいんだけど、そういう何か頑張ってる人の耳の音もしてあげたいっていうのは思ってる。風船ありがとう。
そう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 、宣伝も兼ねてるからね。ドレさんに教えてあげて。ドレさんは俺よりはるかに優秀だよ。俺より結果出してるんだもん。でしょ？俺より結果出してるじゃん。だから俺から、俺がドレさんに教えることなんか何もなくて、俺はドレさんから学ぶっていう風にのが、寝るわ。